前回オイル量を少なくするために 50cc 用のオイルポンプを使ったんですがそれでもオイルの量がすごいんですというわけで今回は第2弾なんとリメイクさんが改造パーツを作って送ってくれましたということで今回紹介したいと思います前回の 50cc 用のオイルポンプに変えても ななぜオイル量が減らないんだろうそう思ったんですが実はソレノイドバルブの線を引き抜いたんですね。ということで消灯している時間が長くなったということはオイルの量はずっと流れっぱなしになっていたということなんですね。それを今回改善したいいと思います初期型のグランドアクシスにはこのオイルポンプのソレノイドバルブっていうのはないんですね。1型は ワイヤーだけから全閉全開はもうワイヤーをスロットルひねっただけで調整するようになりますそしてそれではオイル量が多すぎるということでソレノイドバルブがつきました。これはあの電気信号を物理的に、えー、閉めたり開けたりするものをつけたんですねソレノイドバルブって言います そのバルブを開閉することによってオイル用の流れを入れたり出したりするんですね。前回はそれで時間的に調整するような形でやりました。50cc 用のポンプは吐出量が半分になります。しかしそのソレノイドバルブをつけることはできません。ということで配線をコネクタを引き抜いて処理したわけですね。 コネクタを抜くことにより電源がオフになるということはオイルは常に流れっぱなしになってしまうんですよ。今回は 50cc 用のオイルポンプを外してグランドアクシス用のポンプを使いながらソレノイドバルブを調整しようという感じです。ただ元に戻してしまうと土質量は現在の倍になってしまいます。 それをどう解決したらいいのかっていうことを今回いろいろと考えてみたいと思いますのでまたよかったら最後までご覧くださいちょっと何のことがわからないなっていう方はぜひ前の動画をご覧ください上がノーマルのグランドアクシスですここにソレノイドバルブを刺します下が 50cc 用ですソレノイドバルブを刺す穴はありません 今回、八王子のリメイクさんがこのように改造したパーツを作って送っていただきました。これはソリノイドバルブの作動時間を遅らしたり早めたりするコントローラーです。これでスピードというか時間をコントロールできます。このようになってます。これがソリノイドバルブです。開けたり閉めたりします。 ただ時間軸でオイルの量をコントロールしたとしてもこの突出量が 3KJ のオイルポンプを使ったように2分の1にはなりませんこれを双方ともに併用しながらオイルの量を減らしていけないかということを考えましたそしてこの画像にあるのはグランドアクシスのノーマルオイルポンプですこれ中に2つの出っ張りがあります これ 50cc の場合は一つなんですね。ということは、これで塗質量を上げたり少なくしたりしてるんだなということで、一個取ってしまえばいいんじゃないかと思ったんですよ。この時は。これ構造的にどうなってるのかな、これでどうやってオイルを送っているのかなっていうことを、その時はまだよくわかりませんでした。で、今編集しながら考えたら、 どうやらこうでないのかなっていう答えが見つかりました。これ1個取るだけで減るんじゃないのかな。そう思ったんですね。でも穴が開いてしまいます。この棒がどういう動きをしているんだろう。よく分かってなかったんです、この時は。これってどういう構造になっているんだろう。いろいろといじってみます。 こちらを回すと、ギアも回ります。これを外します、こ,れこちら側だけ一箇所バネを抜きました。 これで動かなくなるんじゃないかなってこの時思ったんですねでもよく考えてみたらこれはダメなんじゃないのかこちらが動かすと中の圧力でこのバネのない方も出てくるんじゃないのかすると片一方の力を 打ち消してしてまうんじゃないのか内容量の容量変化がなく圧力変化がないので結局押したら引き引いたら押すっていう形になってオイルは出なくなるんじゃないのかなと思いました。ということでもしやるのであれば片側の穴を完全に密閉し,してしまうことが重要なんじゃないのかなって思ったんですけど、えー、グランドアクシスを極めてる皆さん どうなんでしょう教えてください今回はこの編集中に私はそう思ったんですけどもこの作業しているときはあの精一杯だったのでそのことにまだ気がついてないんですよそれで一旦エンジンを組みましたそれでエンジンかけました今考えたら非常に恐ろしいことなんですけども、まあ、十分にオイルがね最初に回ってたということでエンジンは焼けませんでしたが この穴を完全固定して埋めないとダメですよねおそらくこれが負担になります1 4分の1だけ盛り上がってますそれで回転することによってこのピンが押されるわけですねで押すことによって中の部屋が圧力変化があってオイルが出ていくんだろうと思いますそして オイルの入ってくる側はワンウェイバルブがついているのかなって思ったんですねストレノイドバルブをつけましたウッドラフキーのキー溝が最近アサリ加工があまりされてないようなモデルが多いような気がしますなのでウッドラフキーがすぐ落ちちゃうんですよ本当装着する時も十分気をつけないといけませんホンダの NSR50 もクランクがマレーシア製になった時にはキー溝がもうガバガバで もう木溝が広いって気がつかないでウッドラフキーを7個買ったんですが全部ダメでしたウッドラフキーをハンマーで叩いてちょっと大きくして組みましたまあそれであの走ったんですけどもう問題なかったですねというわけで皆さんまた情報をお待ちしておりますよろしくお願いいたします